どうもこんにちは、まこちゃんです。今日ですね、ダイエット始めたら体おかしくなりましたという話でございます。はい、まあ、というわけでですね、ダイエット開始約1ヶ月ほど経過しました。はい、まあ我ながらね、頑張ってます頑張ってるね。ダイエットをちゃんと継続した期間で言ったら最長記録ぐらいじゃないかな。しかも食事制限っていう意味ではもう明らかにこんだけ頑張ったのは過去にない感じっすね。はい。とにかく頑張ってはいるんですけども。まあ、基本的に、まあ、運動も週4から5ぐらいでやって、で、食事制限は毎日みたいな感じで、食事制限内容的には低糖質というところで、まあ、ほぼほぼ、まあ、炭水化物なんかは、まあ、炭水化物、うん、そうだね。調味料、とかもあんまり使わないようにしてるけど、まあ結果的に入ってくる炭水化物はしょうがないけど、米とかパンとか麺とかそういうザ炭水化物っていうものはもう食わないで1ヶ月が経とうとしております。てかまあたあそうだね、もうすぐかな、あと2日3日ぐらいで、はい、なりますけども、まあそんな感じなんで、まあね、体重の方はね、しっかり結果として落ちてはきてます。まあそらそう、そらそう。あ、まあ次の動画で1ヶ月の体重報告みたいな感じで1ヶ月やった成果なんかを話せればなと思ってますけども、まあね、ただね、1個ね、ものすごい問題が発生しております。まあダイエット1ヶ月やって1ヶ月というか、厳密に言ったら3週間目だから、先週ぐらいからかな、4週目ぐらいかだから今週頭で、先週3週目の後半ぐらいから、ですね、頻尿になりました。頻尿。なんだろうな。要は、夜中に寝れなくなりました。いやー、参った。頻尿はきついよ。頻尿。いや、最初、いや、厳密で多分もうちょっと前から症状が出てて、なんかそれこそ、寝てる時にというか、寝ようとした時に、陰部がムズムズするみたいな、謎の、なんか寝れねえなーっていう感じをずっとしてたんだよね。ずっとっていうか、3日4日ぐらいか。だから、うわ、なんか寝れねえなーと思ってて、で、そっから、いや、気になるとか思ってたら、よくよくこう自分でやったことを整理した結果ね、あ、頻尿だわっていうことで気づきました。要は寝る前に行って、で寝てすぐ起こされて行って、でさらに、ね、2回ぐらい起きて行ってるみたいな感じ。だ、まあ、結局もともとは多分ムズムズしてるとこから始まってんだけど、ムズムズしてなんかって感じで寝れないから、じゃあトイレ行くかみたいな感じになっちゃって、結果頻尿になったみたいな。だから頻尿、うん、そう、多分だ、頻尿だからムズムズしてたんだと思うんだけど、これが正直しんどい。しんどいよ、皆さん。頻尿ってしんどいんだね。いや、頻尿ってなんだろう。ただ単にトイレに1回数増えるだけだからなと思ってたけど、やっぱね、こう、睡眠妨害なんだよね。もう見事な睡眠妨害。もう、眠いしで寝んのに、もう変にもう30分、寝て30分とか、下手したら10分とかで目覚めて、なんかもう、行かなくても我慢できんのよ、その、要はおしっこの、要は小便の量としては、全然我慢できんだけど、なんかもうムズムズするから行かざるを得ないみたいな感じ？すっげえやだ。で、寝れないんだよね、それほっとくと。そのムズムズ感があって、もう寝れないから、本当はそのまま寝てしまいたいぐらいなんだけど、やっぱ寝れない。ムズムズが気になって寝れないから、もうトイレ行って、で、大した量出ないわけ、正面も。で、ちょこっとだけ出して。で、まあ、なんかまだ、なんか、残尿感ってやつなんかな。だから、俺もわかんなくてね。多分残尿感的なもんなんだろうね。多分もうないんだけど、出るものは。だからその残尿感とそのムズムズがあって、で、また寝るじゃない？で、寝たとして、また1時間とか30分とか後に起きて、
って別にまた行かなくてもいいんだけど、やっぱりもうムズムズが止まらないから行ってみたいなのをね、もうずっと3週目終わりぐらいからザーッとその状態で、もうねマジでしんどいっす。いやー参ったね。まさかさ、その頻尿になるってどういうこと。まあ確かに最初の頃運動始めて腰と肘悪くしたりね、やっぱり物理的に腹減って飢餓で狂いそうになったりとかしたけど、まさかさ頻尿来るとは思わねえじゃん。でさ、意外とその何統一制限したらどうなっかみたいな感じの頻尿のデータって全然出てこない、全然出てこない。だもしかしたら関係ねえのかなとか思いながらも、まあ、ちょこっとだけ文献とか出てきて、ああ、統一制限するとやっぱダメらしいんですよね。っていう中で、なんかたまたまテレビ見た人から言ってたのが、その人も統一制限ダイエットやってて、で、めちゃくちゃ頻尿になったっていう話してたのを、まあ、見た人がいて、それを教えてくれたから、あ、じゃあ、やっぱそういう人いるんだなっていう。要はその、結局ね、体から水分が抜け、筋肉かな脂肪かな、わかんない、脂肪が燃焼されて糖質制限するとね、で結局体に水分を貯めとく置けるもの自体がなくなっていくのよ。そう、脂肪にだったかな、筋肉にだったかな、糖質取らないと。で結果こう水分取っても体に食べ込む機能が低下しちゃってるから、全部こう流れ出ちゃうみたいな、流さざるを得ないみたいな、要は蓄える力が弱まるみたいなことをその人言ってたらしいから、あ、じゃあやっぱ俺もそうな、まあ糖質制限ちゃんとやってる証ではあるけど、ただ思ったよりきついね、本当に夜中本当に2回3回朝4回で、一時ね朝も頻尿、朝ってか日中もう頻尿気味になった感じがしてやばいと思ったんだけど、なんていうのやっぱ日中の方はもう収まったね。収まったというか、その1日2日ぐらいでしたね。日中頻尿になってやべえなって思ったのは1日2日ぐらいで。ただ夜はもう未だにきつい。治る気配もない。もうだから、寝たと思っても絶対そのまま朝まで行かないもんね。100% 1回は、最低で1回は起きてる。しかもその1回も奇跡的なもう1回で。それ以外も全部もう3回起きることがもうルーティーンになっちゃってるもんね。3回は起きてんね、寝てから。もうしんどい。だって体は眠たいんだよ。で、なのにトイレで別に出るわけ、そんな出るわけでもないのに、もうなんか寝れないから起こされてトイレ行ってみたいな繰り返して、気づけば落ちてるみたいなのをずっと繰り返してんだけど、すっげえしんで。マジでしんどい。だから、まあね、だから結局解決策としてはやっぱ炭水化物食うしかないんで、もしかしたら俺はでもチートデイ入れたくねえんだよな。結局ね、チートデイっていう考え方があって、まあ簡単に言えばダイエット中にドカ食いしてもいい日作るっていうのはチートデイね、まあしてる人多いと思いますけど、今時結構流行りの言葉でもあると思うんで。ただやっぱ俺ぐらいの体重の重さ、 BMI っていうか、まあ体重の重さで考えた時に、やっぱりチートデイは早い、全然まだいらない段階なの。そう、そのメンタル的なところの意味じゃなければ、肉体的効果としてチートデイの意味はあんまりないですよね。今の俺がやったところで。体重重すぎるから。だからそのチートデイ挟みたくねえなっていう。いや、気持ちいいでもちろんやりたいけど、でも実際問題、効果がないんだったらやりたくないわけよね。結局その分カロリー摂取しちゃって、結局その分ダイエットの体重の落ち幅もどんどん下がっちゃうわけだから。っていう意味では、だから炭水化物ちょっと入れる、ことができないっつうのがなかなかね。だから炭水化物入れたらこの頻尿は治るんじゃないかなっていう仮説は立ててるけども、もしかしたらただの老いなのかもしれない。老いによる。なんか結局頻尿になる要因としてはいろんな病気とかもあるから、だから分かんないんだよね、結局。だからその辺も含めてな、ダイエットのせいで頻尿になったのか、それとは別な、ただの老いとして頻尿になってるのか、もうちょっと分からないですけど、まあ、とにかく参ってますって。ほんと夜中目覚まさせられる。ほんとしんどいよ。いや、でもしないのにトイレ行かされるあの感じね。いやー、なんかなー、ほんとにしんどいこと多いねー。
なんかダイエットを頑張ってこうやってるのにさ、その他のところで、まあそれに付随してなんのかもしれないけど、足引っ張られんのはちょっと勘弁してほしいなって本当思います。はい。まあもしね、私と同じ糖質制限とかで、頻尿になった方いれば、なんか解決策とかあればね、アドバイスぜひしてもらいたいなって思います。はい。コメント欄とかにぜひ書いていただければ。もしくは、まあ、その、なんだろう、糖尿病じゃねえや。糖質制限。ごめん、全然違うこと言った。糖質制限した上で、やっぱり頻尿になりましたよって、その、私もなりましたよっていう声ちょっと、もしあれば、ぜひ教えてほしいな。そんな情報知ってますよっていうの必要でもいいんで。はい。ちょっとね、とにかくね、頻尿で結構参ってますという。今日はそんなお話でございました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますとこのデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。